キチキバンバン、アリカです。シモです。はい、今日はなんと、はい、あの警察バスをもうキャンピングカーに改造した、はい、バッバー翔太さんとルースさんとコラボする日なんだよね。まさかの改造した時にいろいろお願いしたヨッシーさんいたじゃないですか、うん、ヨッシーさんのところでバッパーさんたちもいろいろなんか書類の、ね、手続きとかお願いしてたみたいで、うん、そのつながりで今回コラボをさせていただくこととなりました。はい、今回車を交換してお互い一日過ごしてみましょうっていう企画をすることになりまして、私たちはあの警察バスに一泊させていただきます。はい、いやーめっちゃ嬉しいな。いや嬉しいんだけどさ、申し訳ないんだよね。いやそう、その一方で大丈夫かな、寝れるかな。いやーそう、あのバスが快適すぎてさ、いやこんなね、こんなにさ、いろいろ問題のいっぱいある車で寝かせてしまうことが申し訳ない。いや本当に、そのために昨日は RV パークに泊まって、うん、全部の機器をねフル充電して、うん、準備万端です一応。はい、はい、まあでもちょっと正直にレビューしてもらおう。そうだね、うん、本当に使いづらいところは使いづらいって言ってもらいたいね。そうだね。あーいいとこ、めっちゃ綺麗。おー綺麗、めっちゃ綺麗。すごいね、こんなとこに無料キャンプ場あるんだね。無料でいいんですか。キャンピングカーが止まってたんです。着きました。お引っ越し、お引っ越し見てみたいと思います。でっかでっかいね、ほんとめっちゃでかい。はい、こんにちは。お世話になります。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。パパ翔太さんとルースさんです。はい、こんにちは。こんにちは、ようこそ。ようこそ、サニー号へ。はい、お邪魔します。玄関、そうです、そこが玄関です。広っ、玄関広っ。広いです。はい、すごい。うわー、広ーい。入ってください。すごい、お邪魔します。本当にお家にお邪魔しに来た感じね。本当にお家だよ ね。違います、やっぱり全然違います。あ、そうですか。この辺、あ、もう この辺で終わる。こんな通路がないよね、うん、通路広すぎん。すごい、すごい。一通り全部紹介したいなと思うんですけど、はい、ちょっとやらかしてしまいました。え、なんですか。さっきなんですけど、はい、IH、買っちゃいました。やばいです。え、さっきですか。さっきなんですよ、はい、5分前。ですが、こう開けた瞬間、はい、コップが落ちて、わーみたいな。ショック。ついてからですか。ここついてからほんま5分前、はい、全然聞こ、はいはいはい、気づかんかったね。大丈夫、多分使えると思います。料理できる、はい、もう、はい、ありがとうございます。料理使ってください。で、もし使えなかったら、はい、ガスコンロもあるんで、ありがとうございます。料理してもらえたらって感じですね。はい、水もこんな感じで出るんで、はい、使ってください。一つなんですけど、うん、はい、こっちいつも飲料水に使ってるんですけど、はい、これが今ちょっと壊れてるというよりフィルターを変えなくてダメで、うん、ちょっと時間かかるんで今こっち使えない状態です。はい、大丈夫です。ここがヒーターなってるんで、はい、まあ、ヒーターこう押してもらって、押してまあ温度を上げてもらえたらって感じです。はい、このヒーターはどこから出てくるんですか。これはこの床の下なんですけど、このベッドの下に一つ寝るのと、本当だ、はい、あとキッチンの下とか足元から温めてくれるんですね。シャワーもあるんで僕ら、はい、シャワーもし浴びたかったらこの横を押してもらって、はい、でオフからホットに変えてもらったら、あの熱いシャワーが出ます。ほー、はい、まあ、ここで映画も見れるんで、もしよかったらスクリーンが、スクリーンがあるんですね。あ、もしかして一緒。こんな感じで一緒ですか。あります。はい、まあ、ここに、なんていうんですか、映画のリモートがあるんで、これを僕らいつもここにつけてみたいな、こんな感じにつけて、
何でつくんですか？こうマグネットになってて、でこんな感じでいつも見るって感じです。すごい、最高ですね。はい。キッチン、オッケー。キッチン。引き出しは、引き出し、はい。もし開けたい、プッシュ、プッシュ、こんな感じ。もし何ち、できない、いつもプッシュ、はい。運転チョキ全然大事で、このエリア何ち、箸とか。お皿、お皿、あ、かわいい、全部ウッド、ウッドだ。はい、タッパー、タッパー、あ、リッツ、はい、お菓子も、お菓子もあります。はい、これは食べ物、すごいいっぱいある、ありがとうございます。いっぱいいっぱい、何し、料理物、あります。はい、そう、大きいね。これはビデンとか、すごい綺麗、すごい、ごま油。わかりやすいです。はい、電子レンジ。アーブンもあります。はい、そう、レンジとアーブンとグリル。すごい、オーブンもあるな。わかりやすい、日本語、私いつもわかります。バテンド。で、ここゴミ箱です。ゴミ箱使ってもらったら。便利すぎる。で、下。下は。缶とかいる。ああ、なるほど。分別できる。そうですね。すごい。めっちゃ考えられてますね。他、シャワー？ちょっと試しながら。シャワーなんですけど、はい。まずここで電気つけてもらって、はい。電気つけて入ってもらえたらこんな感じです。ああ。で、広い。広いね。まあ一応トイレもあります。はい。すごいトイレもある。そうです。うん。無料キャンプ場とかやったらキャンプ場あるんで使って、まあ緊急でしか使わないです。はい。で、まあ普通にシャワーはこんな感じです。はい。こんな感じで、このミキサーをすると水が出るんで、で、こっちするとお湯で、こっちすると水なんで、はい。うまいこと調整してもらったら。左がお湯。はい。これ上になんか赤と青が合うんで分かると思います。はい。で、すごいな。これあ、ちゃんとカーテンがあるんで、もうカーテン引いてもらったら、あのトイレのところがびしょびしょにならないみたいな。なるほど。感じです。はい。してもらえたらです。はい。わかりました。で、まあ一応あの洗濯物とかもし干したかったら、はい。ベチャベチャタオルみたいな。こんな感じあるんで。ベチャベチャタオル。おお。引っ掛けるとこが。ここで引っ掛けてもらったら、おお便利ですね。この下からヒーターが出てるんで、まあすごいここの中暖かくなります。浴室乾燥できる。浴室乾燥できます。はい。すごい。で、この上にも換気扇があるんですよ。ここなんですけど、はい。ここ押してもらったら換気扇があるんで、で、シャワー浴びるときはこう換気扇を押してもらえたらって感じです。はい、わかりました。シャワーはいつも使ってるんですか？シャワーめっちゃ使います。毎日使ってます、僕ら。じゃあもう銭湯とか行く必要ないんですね。そうですね。銭湯とかあんま行かないです。これできてから。それまではずっとあの温泉とか行ってたんですけど、で200リッター水あるんで4日から5日ぐらい持つって感じですかね。で排水も排水タンクがこのバスの下についてるんで、ここのシャワーの水もその排水タンクに流れていくって感じです。すごいね。あ、そうやね。あとあの鏡で見たい。ああ、全身鏡。便利ですね。すごい。チェックできる。チェックできる。嬉しい嬉しい。電気はまずそこのエントランスのところにあります。これですか。それでまあ電気がつきます。はい。おしゃれ。はい、エンジンディマーできる。でここは電気の全部システム管理できるんで。はい。まあ基本まああんまりなんか いじることないんですけど、まあどんな何ワット使ってるのかなって見る感じです。バッテリーが何本あってとかそんな感じです。はい。はい、で、こっち側に床暖房もし出たかったら。を押してもらったら、はい、ここにランプがつくんで、でも勝手に床暖になります。今15度なんですけど、まあ設定が多分25とか30ぐらいになってると思うんで、30度ぐらいまで温めてくれます。そこに当たってるところと、あとテーブルの下です。ここ。ティーみたいな。なるほど、ティーみたいな。はい。入るかな。おー、完璧。あー、完璧。
イジャストサイズ。ストックもいっぱいある。本当だ。お酒好きなんですか？お酒めっちゃ好きです。よかったよかった。好きですか？好きです。よくビール飲んでますね。あ、そうですそうです。ライフトキー。ありがとうございます。じゃあ外も紹介します。はい、お願いします。で外は、まあ、あんまり紹介することないんですけど、まあ、ここは、もし電気がなくなったらここ差すんですけど、まあ、多分電気あると思うんで大丈夫です。はい、はい、すごいですごい。あとは、まあ、こっちエアコンもちょっと紹介するの忘れてたんですけど、エアコンついてるんですけど、多分使うことないと思います、冬なんで。はい、FF ヒーターがあるんで、まあ、夏は結構使います。まあ、あのエアコンでヒーターもつけれるんですけど、あんまり使わないって感じです。はい、でここがガレージなんですけど、僕らの、すごい観音開きだ。いいね。え、バスなのに珍しくないですか？そうはね、僕らはもうこれがいいと思って、このバスにしました。まあ中に自転車とかもあるんで、はい、まあ、どっか買い物とかもし行かれるのであれば使ってくださいハードル高い。ほぼないですけど、水のタンクとかも中に入ってたり、あとヒーターの、給油タンクとかも入ってます。はい、この奥にバッテリーとかもあるんですか？バッテリーはここにあります。あ、バッテリーはこっち、この中に入ってます。はい、1万5000ワットとかでしたっけ？そうですね、はい。すごい電気はね、だからすごすぎる。あの頑張りました、今回。電気システムは太陽光と走行充電と、この外部充電です。外部充電です。でも外部充電一回も使ったことないんですよ。すごい、とんでもない。とんでもないね。ちょっと停電しないか心配です。足りなくなるんじゃないかな。どうしよう。どうしよう。まあ、長いケーブルがあるんで、ここから引っ張っていきましょう。お願いします。うおー、素敵。めっちゃいい。めっちゃ怖い。イエーイ。うわー、どうですか景色は？うーん、今は駐車場が見渡せますね。あ、地域番号がいた。めっちゃあったかくない？床あったかい。やばくない？やばいよ。ここから出てきてて、ここからか出てきてるね。あったかすぎる。めっちゃあったかくない？かじかんでた手が今じわじわじりじりなってる。最高。あったかい。快適すぎんだけどね。え、一晩だけしか済ませてくれないかな。あと3晩ぐらい泊まらせてもらえないかな。すごいね。住めるね。住める。アルバイパークとか行かなくて済むんだろう。てかすごくない？すごい。え、すごくない？外部充電使ったことないって言ってたよね。ちょっとあれなんだ。え、今何パーだろう。82% ですって。ご飯作るか。作ろっか。ね、いつもと勝手が違うからちょっと時間かかるかも。確かにあり得る。ね。もうすぐ5時。うん。作ろう。今日振る舞おうと思っているご飯はカレーライスになります。はい、これを使って簡単にカレーを作ろうと思います。はい、しかもこれね、なんか熱菜か。本当だ。アラマ。これでね、お二人には熱々になってもらいましょう。はい。悪い顔してる。ちょっとなんかここにある違和感してるから。なんかすごい人工物に。私たちの企みではね、この車に合うなんか洋風な、そう、グラタンとか、グラタンとか、ね、アボカドサラダとかね、考えてたよね。オーブンあるらしいって言ってね。チーンチーン。スーパーでゲットできなかったので。はい、カレー作るための材料はバッチリ揃ってるね。ね、でも玉ねぎ昨日使っちゃったんだよね。あー、そっか。一応なんかさ、使っていいって言ってくれたからさ、冷蔵庫とか開けて、いろいろ見ちゃう。はい、冷蔵庫もちょっと拝見します。はい、おじいだよね。わー、たくさんある。うん、めっちゃ冷えてるわ、ちょっと。本当だ、ここまで冷気くるわ。ね、ルースさん、納豆が好きだ。あー、本当。すごい、こんな早いの。あ、すごくない？でっか。すごい。いいなー、いいなー。めっちゃ自炊してるかも。
玉ねぎはなさそうだった。うん、玉ねぎなさそう。でも玉ねぎもしかしたら、あ、冷やしてない、うん、かもなと思って。あ、ありました。いろいろ使っていいよって言ってくれたので、玉ねぎちょっとお借りしたいと思います。ほんじゃ、うん、ほんじゃほんじゃほんじゃ、先ほどの野菜たちに加えさせてもらおう。はい。わあ、たっぷりじゃない？たっぷり。おお、すっげえ。もう感動して。二人できる。あったかい。あったかいね。あ、美味しそう。あと静かだね、モーター。うん、確かに。あ、フレッシュウォータータンク今89%。水も見れんの？うん。暑いと思うの、すごい。2人でこう立てないもんね、うちの中に。ね、1人しかだよね、キッチンには立てない。一緒に作業するの無理だよね。無理。不便を感じてるのかな。ちょっと心配になっちゃう。心配だよ。大丈夫かな。いいな、鍋の種類とかもたくさんある。フライパン1個しかない。せっかくいっぱいあるのに、私たちはカレーを作るのね。じゃあ食材の準備 OK。 うん、もう来た。あー、こういう感じか。おお、なんか割れちゃったって言ってたけどさ、ね、ここだけだから大丈夫そう、ね、よかった。水もめっちゃ節約しながら使うじゃん。ねえ、まあ、勝手にめっちゃ使ってるの申し訳ないけど、うん、おー、美味しそう美味しそう、トロトロ。おー、いい感じそうだね。山中から熱愛カレーを入れていきます。はい。いや、こんなんいいね、楽だね。うん、はい。あー、美味しそう美味しそう。じゃあ続いて早くお米を作っていこう。ね、忘れてたわ。忘れてた。よかった、ちゃんと沸騰してきた。ね、沸騰し始めた。沸騰が確認したらそのまま2分。この辺結構残ってる。残ってるね。うん、これじゃあお粥だ。やび5分ぐらいでこんな飛ばないかな。でもすごい綺麗。お米になってきた。うん、パスタ作るって言ってたけど作れるかな、私たちの車の中で。鍋一個って言ったらできるみたいな感じだったけど。すごい。あ、はーい。あ、大丈夫ですか。すいません、お待たせしました。寒い中、はい、ご飯できました。え、すごい、すごい、できてる。すごい、どうですか、バスの居心地は。最高です。あ、そうですか。はい、広い家。家だね。うちのキッチンより広いです、うん、これ。そうですか。はい。バスの中の温度どうですか？あったかいです。寒くないですか？大丈夫、ルース大丈夫。あ、大丈夫、はい、料理統計全然大丈夫。本当ですか？はい、じゃあ食べますか。はい、食べましょう。これが抜けるようになってて、あ、へえ。結構あまりにも弱すぎてこれつけたみたいな感じですかね。あ、すごい、そっちに付け替わるんだ。そうです。ありがとうございます。はい、これで4人で食べれます。あー、すごい、はい、食べましょう、食べましょう、食べましょう。ちなみに椅子は、あ、椅子はこんな感じで、はい、なんか取れて、うん、あ、おー、すのこだ、はい、すごい。あ、やっぱ背もたれが椅子の下に来るの。ちょっとあのすごい失礼なことなんですけど、はい、はい、日本ビール飲んじゃいました、ね。全然全然全然。あ、私たちも言わなきゃ。あの、玉ねぎもらいました。あ、玉ねぎ。よかった。ビール飲みます？飲みます。ぜひ。大好きです。サポールあります。あ、本当ですか？サポールエクストラドライ。あ、わ、美味しそう。いただきます。美味しそうですか？はい。美味しそう。たくさんあります。もし、はい。はい。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございます。美味しい。美味しい。いただきます。美味しそう、カレー。ありがとう。うん。
熱愛カレーちょっと違うんかね、味。熱愛感じません？熱愛どうでしょうね、まだわからない。Did you feel hot love? This? 何でした？Did you feel hot love this curry? This is hot love curry. Hot love? はい。辛いかなと思ってた。あんまり辛くないですね。すごい。美味しそう。ミニピッツァ。いい香り。つまらないです。すみません。めっちゃ美味しい。これどうやって思いついたんですか？あ、ショートのお母さん。あー、大抵トマトと一緒。でも今日トマトない。あ、今日味噌。でも味噌美味しい。美味しい。メヨネーズも。じゃあまた明日。おやすみ。ありがとうございます。おやすみ。楽しかった。楽しかったね。ね。いつの間にかにもう1時15分。マジ？そんなに言ってる？なんかいい音楽流れ続けてるわ。確かに。これどっから鳴ってんの？止めよう。朝の片付けも終わった状態で、バッテリーがなんと 72% です。これ多分ね、朝見た時68ぐらいだった。もう 4% も充電されてる。そう。お、あ、PV 上がってきた。おお、すごい。え、400、500、600、700、800、900。もうほぼ1000じゃん。晴れた瞬間に1000出た。やば、意味わかんない。意味わかんないね。10倍、私たちの10倍以上。マジすごい。すごい。いやー、化け物だ。だから回復してるんだね。うん。で、ウォーターは、ウォーターは 59%。 やっぱ洗い物で結構使ったので。そうだね。あ、結構あの排水タンクが溜まってるね。90本。え、ほんとだ。24時間バス生活終了しました。いや、すごすぎる。すごかった。すごすぎたね。すごすぎた。もう不便なところが一つもなかったんだけど。まずさ、なんかうちらの車って結構私たちにしかできないこと多分たくさんあるじゃん、使い方にコツがいるみたいな、そういうのが一切ないとこがすごいよね。もう本当にホテルみたいだね。わかる。誰でも使えるっていうのがすごい。デザインもめちゃめちゃ可愛い。本当になんか細部までこだわりを感じた。この取っ手とかね。これなんか貼ってあると思うんだけど、めっちゃ可愛い。可愛い。全体の世界観がすごい可愛くて好き。ね、装飾とかも本当ね、おしゃれだよね。マジックテープで留めてある。すごい。その木たちもマジックテープで壁についてるわ。季節によって変わったりするのかな。これが、すごい真似したいね。マジックテープならできるね。ね。装飾。そしてやっぱりね、電気、ガス、使い放題。ね。そしてあったかい。あったかい。車内あったかいよね。お二人があの車で満足に寝れたのかすごく心配です。心配。満足にね、生活できたかな。ね。優しいからさ、なんか朝起きて会った時に、え、寝れましたかって聞いたら、すごい布団の中は寝かかったです、とても良かったとか言って、大丈夫かな。こ
当に翔太さん、ルースさん、ありがとうございました。あーもう一泊したい。住みたい。住みたい。チキマンゴーが泣いちゃった。ごめんね。チキマンゴーごめんね。もう好きだよ。でもあと一泊だけ。ということで、はい、一泊ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。私たちもめちゃくちゃ快適に楽しかったです。快適に楽しませていただきました。新しい家に引っ越したみたいな感じで一日だけめっちゃ良かったです。いい経験。そう言ってもらってよかった。ありがとうございます。とさ、うん、2人がちゃんと寝れてるかなとか、ちゃんとご飯作れてるかなとか心配になっちゃってました。あ、そうですか。案外、ぬくかったです。本当ですか。はい、なんか寝る時も毛布がめちゃめちゃ暖かかったんで、結構足とか暑かったね、足とか出てましたもん。それはなんか短いからではなくて、いやいや、もう強制的に足熱いなって感じで楽しめました、なんかめちゃめちゃ楽しかったです。良かったです、はい、まだまだ泊まりたいと思います。まだまだ泊まりたい、はい、もう一日ぐらい、ね、またやりましょう、そういう企画、はい、はい、ということで、はい、翔太さん、ルースさんが私たちのチキ番号で過ごしている動画はバッパー翔太さんのチャンネルに上がっているのでそちらも見てください。ありがとうございます。じゃあ見てください、よろしくお願いします。はい、今回はありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった、バイバイ。あれ、鍵返してもらった？鍵返してもらった。翔太さん鍵返してもらいましたと。あー、すべてさ危ない。私たちの多分、かかってました、2つ。かかってました。あ、よかった。ありがとうございます。ブイカ、危なかった。バイバーイ。危なかった。本当に危なかった。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。カニさん、ありがとうございました。